私にとって写真は言葉の代わりに自分の気持ちを紡ぐものです。で、2つ目が写真は私にとって忘れ得ぬ経験と素晴らしい人々との出会いをもたらしてくれるものです。リンフォーマという病気があります。悪性リンパ腫とも言われている血液のがんなんですけれども、私たちの父はそのがんによって亡くなりました。で、そんなある日、今度は私自身が2度にわたる大事故に遭ってしまうんですね。それで顔などにも大怪我を負ってしまったんですけれども、なんとか命だけは助かって、で徐々に傷も癒えようとしていたある日、今度は東日本大震災が日本を襲ったんですね。で、私自身も繰り返し起こる悪夢のような現実に打ちのめされてしまったんです。もう生きていく気力もなくなってしまって、ベッドから起きられないような生活が続いていたんですね。で、そんなある日に亡くなった父が私の夢に出てきたんです。そしてこう言いました。私が昔行った雪深い村に行きなさい。で、その言葉に従って私は雪に覆われた村に降り立ったんですね。そこでは1300年続く斎堂という祭事が行われていました。で、斎堂というのは4つの集落から人々が集まって舞を奉納していくんですけれども、その舞を舞う方たちのことを農衆と呼んでいます。その農衆の方たちはその斎堂の前に大変厳しい精進潔斎というのを行うんですね。まずお肉が食べられないんです。それから水ごりというのがあります。真夜中に家の前の池であるとか、あと小川からもう本当に凍るような水を汲んできて水浴びをするんですね。汚れを洗い流すんですけれども、この現代社会において精進潔斎というのは本当に辛いものだと思います。で、私は東北の震災の後で人々が大変な思いをして紡いできている伝統というものが一瞬にして失われてしまうんじゃないかという恐怖に怯えたんですね。でも、そういう困難に打ち勝って何度でも何度でも戦ってその伝統を守っている人たちの姿を見て、私はまた生きる勇気を得たんですね。一日も早くコロナが収束して人々が平和で健康に暮らせることを心から願っています。